ゼロ戦大好き、ゆっくり霊夢だよ。エンプラ大好き、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ウプ主が選ぶ2024年期待の新作ウォーゲームを紹介するぜ。あくまでも期待だから、実際に2024年に発売されるかどうかは不明だよ。それでは早速スタートだぜ。まずは最近シミュレーションゲーム界における台風の目になりつつあるコンパスゲームズの作品から紹介していくぜ。新作ゲームとか、ソロプレイ専用ゲームとか、はたまたかつての傑作ゲームとか、期待したいラインナップが揃っているわね。昨年紹介したゲームとダブっている部分が結構あるんだけど、ある程度の重複はご勘弁いただきたいんだぜ。まあ予定通りいかないのがコンパスゲームズだからね。これは昨年も紹介したゲームだね。1980年代の欧州戦線を想定した仮想戦ゲームで、かつてウェストエンドゲームズ社から出版されていた作品のリメイクだぜ。似たようなテーマの作品が他にもたくさんあるので目移りするね。でも、やっぱり欲しいなぁ。発売予定は2024年3月となっているな。結構近いのね。1ターンは実際の2時間、1ヘックスは1マイル、1ユニットは中隊から大隊だぜ。どちらかといえば作戦戦術級ね。このスケールは最近良いゲームが多いけど、現代戦ではまだこのスケールは少ないので、期待大だぜ。これも昨年紹介したゲームだな。フラワー級コルベット缶が表紙になっているのね。このゲームはソロプレイゲームだぜ。このゲームでは、プレイヤーが英輸送船団と護衛部隊を率いてドイツの U ボートと戦うぜ。潜水艦で輸送船を攻撃するソロプレイゲームはたくさんあるけど、その逆はあまりないよね。そういった意味では期待大だぜ。リバー級フリゲートとか、フラワー級コルベットとか、個人的には大好きです。タイムスケールやマップスケールは抽象化されているとのことだが、1ミッションは1ヶ月に2回としているぜ。発売予定は2024年初頭となっているぜ。ちょっと曖昧ね。これも昨年紹介したゲームだな。アルデンヌ構成がテーマだぜ。タイトルだけ見ると、かつてホビージャパンから発売されていたザ・ラスト・ギャンブルの続編みたいね。ザ・ラスト・ギャンブルは、その後に 3W 社からヒトラーズ・ラスト・ギャンブルとして生まれ変わり、根強い人気を博しているぜ。1ターンは実際の8時間、1ヘックスは2マイル、1ユニットは大隊から連隊に相当する。リメイク作品だけど、どう進化しているのか、楽しみだね。悪い方に変わっていなければ良いけどな。2024年3月に発売予定だぜ。バトルヒムって聞いたことがあるわよ。これのことか？そうそう、これ。これは1986年に米国ビクトリーゲームズ社から発売されたソロプレイゲームで、米海兵隊の立場で日本軍と戦うやつだな。ウプ主も結構ハマったと言っていたね。今回紹介するバトルヒムは、全く別のゲームだぜ。テーマは南北戦争で、南北戦争の著名な戦いを旅団規模で再現するぜ。南北戦争はアメリカ人には人気テーマね。日本の戦国時代みたいなものだからな。本作のスケールは、1ユニット1個旅団、1ターン60から90分、1ヘックス300ヤードとなっている。システムはキットプルで、ビクトリーゲームズのパンサーコマンドやアクロス5エイプリルに似たようなシステムを採用しているそうだぜ。ボル2ということはボル1があったの？バトルヒムボル1は、2018年にコンパスゲームズから発売されていて、有名なゲティスバーグの戦いとちょっとマイナーなピーリッジの戦いを扱うぜ。ボル2では、シャイローの戦いとベントンビルの戦いを扱っている。シャイローは名前だけは知っているけど、ちなみに発売予定は2024年後半だぜ。これも南北戦争のゲームだな。2024年後半の発売を予定している。アメリカ人は本当に南北戦争が好きねえ。こちらは戦争全域を扱ったゲームで、マップには主戦場となった北米大陸南東部が描かれているぜ。ポイント期ポイントね。カウンターシートは1枚で、比較的シンプルなゲームを目指しているようだな。指揮官もしっかりユニット化されているのが南北戦争らしいわね。このゲームは、すでに発売されているインペリアルタイドやパシフィックタイドと同じシステムを採用しているらしい。1ターンは実際の1年間に相当するぜ。どんなシステムなの？ウプ主は知らないぜ。どうやらカードドリブンシステムのようだな。簡単なルールの南北戦争ゲームなら、日本でも一定の需要がありそうね。国際通信社あたりに日本語版を期待したいところだな。このゲームは、1976年に GDW 社から発売されていたゲームのリメイク版だぜ。テーマはビルマ戦で、1ターン1ヶ月、1ヘックス15マイル、1ユニット大隊から旅団レベルだぜ。随分古いゲームなのね。エラッタなどは反映しているらしいけどな。ビルマ戦といっても範囲が広いけど、どのあたりの戦いなの？基本的にはビルマ全域なんだけど、1942年12月から1945年5月までなので、序盤の日本軍によるビルマ侵攻戦はオミットされているぜ。
ということは、アケブ戦とかインパール作戦とかになるのね。ウィンゲート旅団による強襲とか、雲南省の戦いも含まれているみたいだぜ。テーマ的にはちょっと興味があるわね。インパール作戦の戦略的な意味なんかも興味があるわ。発売予定は2024年中旬だぜ。これは北アフリカ戦ね。北アフリカ戦をポイントとポイントで再現するゲームらしい。1ユニットは1個連帯、1ターンは1ヶ月に相当するぜ。ルールの難易度はそれほど高くなさそう。シンプルなルールの北アフリカ戦ゲームは興味があるわね。戦闘の際に戦闘ボードを使うところが特徴的だな。あと、カードも併用するけど、イベントカードらしい。発売予定は2024年中旬となっているぜ。昨年も紹介した第一次大戦での海戦ゲームね。名作ゴーアとシーの流れを組む海戦ゲームだぜ。ゴーアとシーでは無視されていた黒海、エーゲ海、アドリア海がエリアになっているな。その代わり、大西洋の西半分はマップから覗かれているぜ。ユニットは両陣営の主力艦がユニット化されているのね。巡洋艦以下の艦艇はほぼ省略されているな。プレドレッドノート9戦艦がその他大勢扱いされているのが笑えるぜ。販売予定は2024年初旬だよ。これは海戦ゲームね。ジャック・グリーンデザインの第一次世界大戦海戦ゲームだな。ジャック・グリーンといえば、日本ではアイアンボトムサウンドシリーズのデザイナーとして有名だよね。このゲームもアイアンボトムサウンドと似たようなユニットデザインだな。多分システムも似たようなものだと予想できるぜ。ということは艦隊艦の砲撃戦ゲームなのかな？軽巡洋艦以上は1隻1ユニット、それより小さい艦は1ユニットが半個から1個全体を表す。珍しいところでは、航空機や飛行船、潜水艦もユニット化されているぜ。1ターン6分、1ヘイクス1000ヤードに相当する。カウンターシートは計5枚。結構豪華だね。面白いところでは、艦艇ユニットは、トップビューとサイドビューカウンターが2種類用意されている。発売予定は2024年中旬だぜ。これも昨年紹介したゲームだぜ。現代戦のゲームで、アバロンヒルから発売されていたファイアーパワーに近いような作品らしい。現代戦といっても扱っている時代は1980年代だね。1ユニットは1名から数名、1両の車両、1門の垣を表しているぜ。1ヘイクスは50メートルなので、ASL とほぼ同じスケールだぜ。T80 とか M2 ブラッドレイとかも登場するようなので、結構興味をそそります。発売予定は2024年下旬だぜ。なんなの、このボックスアート。ガスマスク、T34、スプーカ、F86 セイバー、それにキノコ雲と水爆の爆発炎って。サブタイトルは20世紀の世界戦争となっているな。マップはこんな感じだぜ。うわぁ、全世界がマップに入っている。スケールも豪快で、1914年から1954年までの約40年間を1ターン半年で再現するぜ。だからガスマスクと水爆が同居しているわけね。大きなスケールで描いた作品なので、ドイツと日本が戦争に勝利し、北アメリカで戦争を始める、といった展開も可能だと思うぜ。うわぁ、楽しみ、楽しみ。発売予定は2024年下旬だぜ。クリスマスプレゼントが楽しみね。これはマーケットガーデン作戦のゲームだぜ。ワールドウォーセカンドコマンダーシリーズの第2作目で、第1作目は2020年に発売されたバトルオブザバルジだぜ。どういうシステムなの？エリアマップでカウンターも比較的少ない。1ターンは半日、1ユニットは連帯から旅団だぜ。お手軽にプレイできるのは嬉しいわね。このゲームの発売予定は2024年下旬だぜ。これはブルーウォーターネイビーの太平洋版だな。昨年も紹介していたわよね。ブルーウォーターネイビーについては過去動画で紹介しているから、参考にしてほしいぜ。ブルーウォーターネイビーは、1980年代における東西両陣営の海戦を、1ターン2日、1ユニット1個艦隊のスケールで再現するシミュレーションゲームだぜ。もともとのブルーウォーターネイビーはヨーロッパ正面とその周辺海域での海戦を扱っているが、ザ・パシフィックでは、日本を含む太平洋全域が戦場になっているぜ。米本土西岸までマップに含まれているのね。随分前から予告に上がっていたゲームだけど、今回の発表だと2025年初頭の発売予定となっているぜ。何か事情があるのかな？そうみたいだぜ。かつてはウォーゲーム界の雄だった GMT ゲームズだけど、最近はちょっと路線を変えてきているようだな。というと？2024年の新作を見ると、第二次世界大戦や現代戦、ナポレオニックや南北戦争といったウォーゲームのメインストリームではなく、中世とか植民地化される前のインドとか、北米原住民を扱った作品とか、変化球と思えるようなテーマの作品が多いぜ。第二次世界大戦のゲームは出ていないの？
いや、そういうわけではないんだが、完全な新作ゲームは少なく、どちらかといえば、過去に出版された作品の再版というケースが多い。第二次世界大戦を扱った完全な新作は少ないという印象だぜ。これは昨年も紹介したゲームね。パンサーシリーズの第5作目は北アフリカ戦がテーマだぜ。パンサーシリーズについては、以前に動画を作成したわね。パンサーシリーズは第二次世界大戦の戦車戦を1ユニット1両で再現する戦術級ゲームだぜ。これまで、東部戦線、西部戦線、フランス戦と来たから、北アフリカ戦というテーマ選びは妥当だな。北アフリカ戦は地形的に戦車戦向きだし、戦車の性能もいわゆる化け物じゃないから、シチュエーション的に面白そうね。スケールは戦車1両、1個分隊レベルでユニット化されているぜ。ターンのスケールが抽象的なのね。戦車戦だから戦いのテンポが急に速くなったりすることがあるからな。戦車同士のドッグファイトが楽しめそうね。これは南北戦争の有名な戦いを再現するゲームだぜ。デザイナーはマーク・ハーマン。マーク・ハーマンといえば、GMT のエンパイア・オブ・ザ・サンとか、ビクトリー・ゲームズのパシフィック・ウォーとかのデザイナーとしても有名だよね。このゲームは、チカマウガ、チャタヌーガ、ミッショナリー・リッジ、チャンセラーズ・ビル、フレデリックスバーグの戦いを扱った個別のゲームと、複数のゲームをつなげたキャンペーンゲームとしても楽しむことができるぜ。国際通信社から出ているブルー&グレーに似ているね。プレイヤーはリーア・グラントといった軍司令官の役割を演じる。一見するとヘクスマップの古典的なゲームのようだけど、システムはユニットの自主的行動を再現した斬新なものになっているそうだぜ。この作品については、デザイナー自身が YouTube で動画を発表しているので、参照してほしいぜ。フランス戦のゲームね。マーク・シモニッチ氏デザインのフランス戦ゲームで、もともとは2013年に発売された作品の第2版だぜ。もう10年も前になるのね。1ターンは1日、1ヘイプスは4マイルに相当し、1ユニットは大隊から師団に相当する。セダンからの突破戦を扱ったスティクルカットと、ダンケルク戦を扱ったダイナモの2種類のゲームが含まれているぜ。第2版は初版と何が違うの？戦闘後前進や突破戦闘、死守のルールが変更され、スターリングラード42やサレルの43といった新しいゲームのルールが反映されているそうだぜ。さらに新たなシナリオが追加されているとのことだぜ。これは旧作を持っている人も購入する価値がありそうね。日中戦争のゲームなの？このゲームは日中戦争最初の5年間を扱う作品だぜ。コインシリーズだな。コインシリーズ？非正規戦を扱った一連のゲームシリーズだぜ。これまでにキューバ革命とかアフガン戦争とかベトナム戦争とかフィンランド内戦のように、単純な1対1ではなく複数の勢力が軍事的、非軍事的手段の両方で戦うような状況を再現する作品群だぜ。日中戦争って日本と中国の戦争じゃないの？このゲームでは、そのあたりにひねりを加えて、日本の他に、中国国民党、中国共産党、軍閥が登場するみたいだぜ。ふん。これも昨年紹介した作品ね。これは1996年に GMT 社から発売されていた作品のリニューアル版だぜ。タイトルから見てバルバロッサ作戦のゲームね。デザインはバンス・ボリス氏だぜ。バルバロッサシリーズと呼ばれる作品群の5つで、全部で6作品が発売されているぜ。1ユニットは基本1個師団だが、全体も含んでいるぜ。1ターンは実際の2日間、1ヘイプスは5マイルだぜ。シナリオは8本用意されているそうだぜ。ウプ主もこのシリーズはあまり詳しくないので、どう評価すればよいのか、迷っているみたいね。タイトルから見ると、ソ連とアフガニスタンの戦争を扱ったゲームみたいだけど、ベアートラップ、つまり熊の罠だから、ソ連が罠にはまったということだな。関ヶ原のシステムを用いてソ連アフガン戦争を再現するとのことだぜ。関ヶ原？ GMT 社から出版された関ヶ原合戦がテーマのゲームだな。日本人から見ると、かなり抽象度の高い方法で関ヶ原の戦いを再現している。じゃあ、このゲームのどちらかといえば抽象的なゲームなの？そうだな。ルールを読む限り、ハインドが暴れ回り、スティンガーを撃ちまくる、といったゲームとは違うようだぜ。これはネクストウォーシリーズの最新版だな。ネクストウォーシリーズは、21世紀の世紀戦を詳細に再現したゲームシリーズだぜ。基本的なシステムは、GDW 社のザ・サード・ワールド・ウォーに近いシステムを採用しているけど、ザ・サード・ワールド・ウォーよりもはるかに細かいディテールを誇っているぜ。これまで、朝鮮半島、台湾、インド、ポーランド、ベトナムが舞台だったけど、いよいよ反米の本命イランが出てきたわけだな。どんなゲームなの？今のところは、ネクストウォーシリーズのシステムを踏襲するんだろうな、ということ以外は分かっていない。マップも完全には公開されていないからな。
YouTube 動画があったので、概要欄に貼っておくぜ。これも昨年紹介したゲームね。ノーリトリートについては、以前に紹介動画を作成したよな。1941年6月に始まる独ソ戦全域を1ターン2ヶ月、1ユニット軍方面軍スケールで書くぜ。これまでに北アフリカ戦、イタリア戦域、フランス戦を扱った続編が発売されていたけど、今回の第5弾が待望の西部戦線だぜ。これは楽しみね。潜水艦戦のゲームかな？このゲームは U ボートの艦長になって連合軍の輸送船団を攻撃するゲームだぜ。一人または複数のプレイヤーでプレイできるけど、プレイヤーは全員 U ボートの艦長だぜ。チームプレイというわけね。キャンペーンプレイも可能で、部下を鍛えて連動を高めながら、大西洋キャンペーンを戦い抜くこともできるみたいだぜ。面白そう。これは2011年に発売されたファイティングフォーメーションズの続編だぜ。1ターン5分、1ヘックス75メートル1ユニットは分隊から小隊だぜ。最初の作品は、ドイツ軍のグロスドイッチュランド師団が主役だったけど、今度の作品は米陸軍の第29歩兵師団が主役だぜ。第29歩兵師団って、ブルー&グレー師団と呼ばれているな。ノルマンディ上陸戦ではオマハビーチに上陸し、ブラッディオマハ、その後、ノルマンディ戦を経て、ブレスト攻略戦、アーヘンの戦い、ドイツ本国での戦いに参加したとされているぜ。歴戦の舞台ね。本作の基本システムは、前作を踏襲しているけど、米軍特有のルールなどが追加修正されていると思うぜ。うわぁ、ゼロ戦。多分このゲームの出版はもう少し先になりそうだけど、日本人好みのテーマなので取り上げておくぜ。このゲームは、ダウンインフレームズと呼ばれるゲームシリーズの第4弾で、第二次世界大戦における航空戦闘をカードを使って再現するぜ。ダウンインフレームズシリーズというと、2017年に出版されたワイルドブルーヨンダーの続編かな？そうだけど、もっと以前には太平洋戦争の航空戦を扱ったゼロとか、太平洋戦争の後半戦を扱ったコルセアズ&ヘルキャッツというゲームもあったよな。今回のインペリアルイーグルズは、1941から43年の戦いを扱っているので、ゼロの続編と言えるぜ。これも楽しみね。MMP はシリーズものが中心で、そのあたりは特に変わりないぜ。ASL 絡みが多いけど、俺はあまり ASL には興味がないからな。決して嫌いというわけではないんだけどね。というわけで ASL のモジュールを紹介するぜ。タイトルから想像するとマイナーな軍隊の戦い、という意味かな？枢軸陣営のルーマニア、ハンガリー、ブルガリアなどが主役だぜ。もともとは2006年に発売された作品のリメイクだぜ。内容物はマップが4枚、カウンターシート6枚、そして過去に発表されたシナリオ32本がアップグレードされているぜ。内容物は豪華ね。OCS シリーズの新作で、1941から1944年におけるクリミア半島での戦いを描いているぜ。OCS というのはオペレーションコンバットシリーズのことね。OCS はマップやユニットを多数使用するビッグゲームが多いのだけど、このクリミアは、マップ1枚の比較的コンパクトなゲームみたいだぜ。シナリオは計7本で、シナリオの長さは4ターンから36ターンまで様々だぜ。OCS の場合、1ターンでも数時間かかる場合があるので、36ターンのプレイ完遂はほぼ不可能ね。これは昨年も紹介したゲームよね。GTS の最新版だぜ。GTS はグランドタクティカルシリーズの略称ね。そうだぜ。第二次世界大戦における著名な戦いを中隊規模で描いたシリーズだぜ。1ユニットは1個中隊、1ヘックスは500メートル、1ターンは実際の2時間だぜ。テーマはノルマンディ上陸作戦のユタビーチで、米第82空挺師団や、ドイツ軍の第77歩兵師団が登場するらしいぜ。82空挺は知っているけど、77歩兵師団なんて知らないわよ。実は俺もよく知らないぜ。ブーカシミュレーションズって、今まであまり聞いたことがなかったメーカーね。これはドイツのゲームメーカーで、数年前からウォーゲーム系のゲームも手掛けるようになったぜ。ドイツの会社なのでドイツに関連したゲームが多いけど、エポック国際通信社の日本機動部隊をライセンス生産したりもしているぜ。このゲームは1809年のワグラムの戦いを、海戦レベルで再現した作品だぜ。コンポーネントを見る限り、普通のヘクスゲームみたいだな。どういうゲームなの？詳しくはわからないが、フォーメーションコマンドシステムというのが売りらしいぜ。フォーメーションコマンドシステム？フォーメーションカードを使って機下の部隊に命令を与えるシステムらしい。基本ステムはチットプルらしいな。なんだか面白そう。
ニューイングランドシミュレーションズ？聞いたことがないわね。ニューイングランドシミュレーションズはアメリカのシミュレーションゲームメーカーで、作品数は少ないけど、第二次世界大戦とかナポレオニックをテーマにした重厚な作品を出版しているぜ。どんなラインナップなの？コルスン戦を扱ったザ・ジョーズ・オブ・ビクトリーとか、ノルマンディ戦を扱ったザ・キリング・グラウンドとかだな。あ、聞いたことがある。NES 期待の新作ゲームが、このウィンターズ・ビクトリーだぜ。冬が勝利？このゲームは1807年2月に東プロイセンのアイラウム付近で行われたフランス軍とロシア軍の戦いを扱った作品だぜ。ナポレオン戦争だね。この戦いは、フランス軍はナポレオン帰化の計6万人。対するロシア軍はベニグセン将軍帰化の約7万6000人だぜ。結果的にロシア軍が後退したためナポレオンは勝利を喧伝したけど、人的被害はフランス軍の方が大きく、実質的には引き分けに近いぜ。ふーん。このウィンターズ・ビクトリーは、アイラウの戦いを1ヘックス116ヤード、1ターン15分のスケールで再現するぜ。1ユニットは歩兵大隊、騎兵連隊、砲兵大隊だぜ。結構細かいスケールね。フルマップ4枚、カウンター数2300個となっているから、かなりのビッグゲームだな。ルールは英文40ページだけど、他に選択ルールが別冊に含まれているので、ルール的にもビッグだな。このゲームは2023年末に発売予定となっているので、ひょっとしたら動画が公開されている頃には、すでに出版されているかもしれないな。ナポレオニックゲームってあまりプレイしたことないんだけど、こういうボリューム感のあるゲームに挑戦してみたいわね。以上で紹介は終わりだけど、どうだった霊夢？いろいろあって面白かったわね。第一次世界大戦と第二次世界大戦をまとめて再現するゲームなんてびっくりしたわよ。ライトニングストライクスか。過去の名作のリメイク版や傑作ゲームの再版などもあって期待大だわね。いずれにしても、2024年もシミュレーションゲーム界からは目が離せないな。それでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いします。うぷ主はブログもやっていて、そこではもっと濃厚なウォーゲームネタを公開しているので、ご参照ください。概要欄に URL を貼っておくぜ。それから、このページで扱ってほしい市販シミュレーションゲーム、自作シミュレーションゲームがあれば、コメントください。可能な限り対応します。ただし、うぷ主がプレイしていないシミュレーションゲームはご勘弁だぜ。